皆さんどうもこんにちは、こんばんは。スタミジャパンでございます。第1回ムーブメントスピード選手権へようこそ。先日当たった 8.23 のパッチにて追い風の仕様変更がありました。前までの追い風は MS 増加が 1.5% だったんですけれど、8.23 が当たってからの追い風の効果はこちらです。ドン。自身のあらゆる移動速度ボーナスの効果が 8% 上昇ということで、ムーブメントスピードが売りなチャンプたちにとってはかなり嬉しい変更なんですけれども、まあいかんせん注目されていないと。ということで今回の選手権では自分のムーブメントスピードを見てほしい、ムーブメントスピードの素晴らしさを知ってほしいと名乗りを上げた5体のチャンプに集まっていただきました。早速チャンプ紹介といきたいところなんですが、まずはレギュレーション説明からいきましょう。スタミさんどうぞ。はい、レギュレーション担当のスタミです。まずは会場は、プラクティスモードのサマナーズリフトを採用しております。そして重要なコース説明ですね。ブルーサイドのインヒビタタワー前がスタート地点となります。そのまま直進してリバーを渡り、まだまだ続きます。そのまま反対サイドまで行ったらまた戻ってきて、トップサイドの、インヒビタータワー前まで来たらゴールとなります。レベルは全員18統一、アイテムの使用制限はありません。サマナースペルはゴーストフラッシュのみ使用可能となります。コースアウトをした場合は失格となってしまいます。それではスタジオにお返しします。頑張れ日本。はい、第1走者はヘカリムということで、まずはルーンから注目していきましょう。プレーターと追い風を取っているのは分かるんですけど、これ水走りを採用してますね、スタメさん。そうですね、コースの半分がリバーなので、その間でのムーブメントスピードを稼ぐための水走りですね。この競技ではプレーター、追い風、水走りがメタになると思います。順当なルーンですね。なるほど。次に見ていくのがビルドなんですけど、極痛、用務剣、スペルバインダー、デッドマンプレード、そしてなんとオームレッカーを採用しています。これはどういうことなんでしょうか？なるほど、これは深いですね。デッドマンプレード、用務剣、極痛は非戦闘時にもらえるムーブメントスピードが狙いで積んでると思います。アクティブもありますしね、用務剣に関しては。スペルバインダーはそもそも能力上昇でもらえる 10% のムーブメントスピードがでかいと思います。そしてなんといってもこのオームレッカー、意外とこの競技にマッチしてるんですよ。オームレッカーの効果はこれなんですね。タワーの近くでムーブメントスピードが 20% 上昇するっていうのと、このクールダウン 10% が狙いだと思います。ヘカリムのムーブメントスピードは E に依存するところがあるので、クールダウンを上げて、E の回転率を上げるという狙いがあると思いますね。なるほど、そのビルド研究の成果が出るのか。第1レース間もなくスタートです。さて、第1走者ヘカリムでどんな結果を見せてくれるのか。この競技のスタートの合図はプレーターの発動栄翔5です。さあ、第1走者のヘカリム選手、プレッシャーを感じずに好タイムを叩き出してほしいところであります。さあ、プレーターの発動を待つばかりです。さあ、どんだけのタイムを叩き出すか。さあ、プレーター発動スタートです。ゴーストも同時に発動、用務剣も使った。さあ、このスピードを見せたかったんだと言わんばかりのスピードでありますが、第1コーナーを曲がって水走りの効果で若干ムーブメントスピードは上がってはいますが、さあかなり体力が落ちてきたか。フラッシュを苦し紛れに使ってもムーブメントスピードはもうかなり遅いぞ。これはランクで見たことあるヘカリムだ。もう競技に出ているヘカリムではないぞ。これはまだ E が上がらない。最後ムーブメントスピードを上げるスキルはアルティメットしかありません。アルティメットを吐いておいて、アルティメットゴール。ヘカリム、タイムは。さーて、第2走者はヌヌ選手です。さっきのヘカリム選手を見た際に、アクティブアイテムの使うタイミングやクールダウンの面がかなり重要視されると思ったんですけど、どうですかね？そうなんですよね。さっきのヘカリムの問題点が E の回転率だったんですよね。それと似たようにヌヌの W も少し回転率が良くないので、しかしヌヌの W、 その最初のコーナーのドライビングテクニックによっては優勝あると思います。華麗なドライビングテクニックを見せることができるのかヌヌ。間もなくスタートです。さあ、プレーター発動、ゴースト、アクティブアイテムを全て使って何もかもを詰め込んだこの雪玉を曲げることはできるのか。曲げることができない。さあ、ここからシュールなレース展開、想定外なのか想定内なのか分かりませんが、水走りとデッドマンプレートで距離を稼いでいる。さあ、 W の CD は上がっていますが即座には使いません。最後の直線で使う気でしょう。さあ、追い打ちをかけます。最後の直線どんな顔やねん。もう早く終わりたいというような、恥ずかしい、もうこのレースを終わらせてくれというような、そんなラストでありましたが、ゴール。タイムは。踊ってる場合ではありません。さーて、第3走者のラムス選手、タイムもそこそこ、しかもおもんなかったのでカットです。
さて第三走者ですが青ケインですね。なかなかこれは想定していないジャンプが来ましたけどどうですかね。そうですね、やはり青ケインを選択したということは E を使ったムーブメントスピードの上昇を狙ってると思うんですけど、それだとレギュレーション的にどうなのかっていう点が少し気になるところであるんですけど、対策を取っているんですかね。さてレース開始前から不安な点が上がっているケインではありますが大丈夫でしょうか。まもなくスタートです。さあプレート発動、ゴーストも発動して E を使ってタベの中を走っているが、これはどうなんだ。レギュレーション的に、おっと今のはもうショートカットだろ、今のはもうショートカットじゃないか。さあ判断はレギュレーション担当のスタミさんにお任せするとしてレースを見守りましょう。さあまた E の空欄が上がるぞ、そこを気をつけてくれよ。ああさあタイムは早い、E の持続時間が長いのでタイムはいいタイムを切っていますが、さあこれレギュレーション担当のスタミさん、はいどうぞ。アウトです。さて最後の選手はクイーン選手、ムーブメントスピードといったらこのキャラクターというイメージがありますが、どんなタイムを出してくれるのか。ビルドは今大会よく見た典型的なビルドではありますがね、どうなるか楽しみですね。バロールに乗って準備完了、あとはプレーターのスタートを待つのみです。最終走者クイーン、今スタートを切りました。ゴーストを使って今の時点で異次元のスピードが出ている、ヨウム剣で畳みかけて水柱の効果も出ているぞ。さあ2個目のカーブを曲がってフラッシュで顔面をぶつけるか関係ない、最後の直線畳みかけのクイーン、ゴール。タイムはすごいタイムが飛び出ました。2位を全く寄せつけない、誰が見ても文句はないでしょう。第1回ムーブメントスピード選手権王者はクイーンです。おいレギュレーション担当のスタンビジャパンだ、よろしく。ないな。はいスタンビさんありがとうございました。それでは早速行ってみましょう、第1回スタンビジャパン、プルルルルー間違えた。はい最後まで見てくれてありがとうございました。企画系やったの初めてで結構難しかったんだけど面白く出来上がってるといいな。でこういう企画系も今後どしどしやっていきたいので YouTube のコメント欄に動画を書いてくれたら嬉しいです。チャンネル登録グッドボタンも忘れずにお願いします。それではお疲れ様でした。ガチャ。